は今日ね、半日ご案内しますトヨタと言いますのでね、よろしくお願いしますね。もう同じフランバレーないあります、同じエリアにありますので、ね、行ってしまえばそんなにね、移動距離はかかりません。で、大体まあ12時半前ぐらいにはですね、まあ建設のところは餌も無料で置いてくれてます。もう何回取って何回あげていただいても結構です。もう朝一番は結構お腹減ってますので、本当に今ねちょうど左手線とかねご覧いただけてたんですけど、狂気と後期両方の、ね、列車が走ることができます。だいたい1月中旬ぐらいから2月の、この辺の車はもう9割9分ワイン用の品種、ワイン用食べる用ではなくてワイン用の品種だと。もともと家庭菜園的なところでね、まあ、極端に言うと始めたようなね、まあ、個人の趣味で始めたようなワイナリーがすごく多いです。現在はですからここ40軒ワイなんですけどね、まあ問題ね、こう場所的にも平べったい花ボンバットって花見ても鼻が平べったいです。タイリーノーズボンバットって平べったい花、もともとボンバットって言うのね、1頭どっか迷子になってます。1は1個迷子になってます。5は子供がいるんですけど今4は使います。写真を撮るところで実際に柵とか折り腰じゃなく目の前で、動いてるのが分かるよね。今までじっとしちゃった。なかなかちょっとぐずついているんですけど、顔見えないですね。
カンガルー、リトルカンガルー。あ、not the mother, just wait till it's quite right to actually settle down a bit. ネズミっぽくない？シャッピングエリIt's an interactive show, so they ask for helpers. Be sure to put your hand up, and hopefully you'll get chosen to get involved with some true blue Aussie fun. And across another little part. The average weight for a wombat is between 25 and 35 kilograms, and they are well known for their belly. Let's go.